皆さんこんにちは。ポジティブジャーニーへようこそ。今日はよくある喧嘩と上手な解決法というテーマでお話しします。カップルにとって喧嘩は避けられないものですが、適切な対処法を知ることで関係を深めることができます。この動画ではよくある喧嘩の例とその解決法について詳しく解説します。あなたの喧嘩の経験や解決方法をコメントで教えてください。それでは早速始めましょう。パート1、よくあるカップルの喧嘩。カップル間でよく起こる典型的な喧嘩には、家事の分担、金銭管理、コミュニケーション不足、そして嫉妬や信頼の問題があります。例えば、家事の分担についての喧嘩は、互いの期待や負担の不均衡が原因となることが多いです。また、金銭管理に関する喧嘩は、お金の使い方や節約方法についての意見の違いから生じます。コミュニケーション不足や嫉妬も、信頼関係を揺るがす原因となるため、これらの問題に対処することが重要です。パート2、喧嘩の影響と理解。喧嘩がカップル関係に与える影響は大きいです。頻繁な喧嘩は、信頼関係の崩壊や、コミュニケーションの悪化を引き起こし、感情的な距離を広げる原因となります。喧嘩の原因を理解することは、関係を改善するための第一歩です。相手の立場や感情を理解し、共感を示すことで、喧嘩の根本的な原因に対処しやすくなります。パート3、喧嘩を未然に防ぐ方法。喧嘩を未然に防ぐためには、オープンで正直なコミュニケーションが欠かせません。互いの感情や考えを率直に伝えることで、誤解を避けることができます。また、定期的に関係の見直しとフィードバックを行うことで、小さな問題を早期に発見し、解決することができます。さらに、ストレス管理とリラクゼーションも重要です。ストレスが溜まると、感情的になりやすくなるため、リラックスする時間を持つことが、喧嘩を防ぐ助けになります。パート4、喧嘩が起きた時の対処法。喧嘩が起きた際には、冷静になる時間を取ることが大切です。一度冷静になることで、感情的な反応を避け、建設的な話し合いができるようになります。問題を解決するためには、協力的なアプローチが求められます。互いに意見を尊重し、共通の解決策を見つけることが重要です。また、私メッセージを使って感情を伝えることも効果的です。例えば、あなたがした時、私はと感じたという表現を使うことで、相手を非難せずに、自分の感情を伝えることができます。パート5、喧嘩後のリカバリー。喧嘩後に関係を修復し、さらに強化するためには、お互いに謝罪し、許し合うことが重要です。喧嘩の原因を振り返り、再発を防ぐ対策を立てることで、同じ問題が繰り返されるのを防ぐことができます。また、ポジティブな時間を共有し、感情的な絆を再構築することも大切です。例えば、一緒に楽しい活動をしたり、感謝の気持ちを伝えたりすることで、関係がより強固になります。今日は、よくある喧嘩と、その上手な解決法について、詳しくお話ししました。これらのポイントを、実生活に取り入れることで、カップル関係をより良くすることができます。ぜひ、これらのアドバイスを試してみてください。そして、あなたの体験や、感想をコメントで教えてください。チャンネル登録を忘れずに、次回の動画もお楽しみに。